イングリッシュマフィンイングリッシュマフィンは、酵母で発酵させた丸いパンであり、コーンミールがまぶされる。北、アメリカ、イギリスの朝食で食べられ、他の塩分のある、朝食メニューのベーコン、目玉焼き、ソーセージと共に食べられる。アメリカの菓子マフィンとは区別される。イングリッシュマフィンは、クランペットよりもパンに近いが、イギリス、オーストラリア及びニュージーランドでは共に単に、 マフィンと呼ばれる。イングリッシュマフィンは柔らかく小麦、牛乳、酵母、砂糖と塩を練った生地で作る。これを寝かせて、丸めて、形を作り、再び寝かせる。イングリッシュマフィンは通常オーブンで調理するが、グリルやトースターで焼き直す場合もある。イングリッシュマフィンは、アメリカ合衆国、イギリス、カナダ、ニュージーランド、およびオーストラリアで広く売られている。また、 アメリカのファストフード店の朝食メニューとして世界的に販売される。通常をトーストしてバターやジャムをのせる。トーストする場合は2枚に裂いて焼くが、裂くときはナイフなどを使わずに外周にフォークを刺して一周ぐるりと切り目を入れ、そこから手で裂いてトーストすると独特のカリカリ感と香ばしさが楽しめる。また、肉、卵やチーズの朝食サンドイッチに使用される。 伝統的なニューヨークのブランチ料理、エッグベネディクトの使用材料である。通常のパンよりも水分含有油量が多く噛みやすいので、冷蔵庫に保存してなるべく早く使い切るのが好ましい。ありがとうございます。